皆様こんにちは、ゴーライダーです。本日は阿蘇パノラマラインを走りたいと思います。よろしくお願いいたします。阿蘇のロープウェイを目的地にしてるんですけど、途中にね、草千里ヶ浜っていうところがあるんですね。でそちらもね、一応行きたいなとは思っております。すごい景色ですね。あそこちょっと GoPro じゃ遠すぎるかなと思うんですけど、バイクが来た、イエーイ、できるかな、イエーイ、ありがとう。あ、前の方がね、やってくれましたね。躊躇されてたけど、女性の方かな。今はですね、九州の阿蘇に来ております。とてもすごい景色が多いです。正直びっくりしております。あ、そういえばですね、忘れてました。道の駅阿蘇もね、一応行こうかなと思って今設定してるのを忘れてました。道の駅阿蘇です。今この道は阿蘇パノラマラインです。これといったね、看板はちょっと見えなかったですね。スッと入っちゃいましたね。馬だ、馬がいました。馬がいます。牛じゃなくてね、馬がいました。阿蘇パノラマラインって、ここの道はあれですね、結構山の中走るんですね。ずっと今日がですね、10月の20日土曜日です。今の時間が11時47分です。今日はね、いい感じで晴れてますね。晴れてはいるんですけど、ちょっと雲が多いかなって感じですね。ただ太陽が出ると暑いっす。あ、ちょっとね、山が開けてきましたね。ライダーの方たちがマスツしてる。イエーイ、すげえ、イエーイ。あ、ありがとう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 っす。あ、ここら辺綺麗なところになりましたね。よくなりましたね、急に。山を抜けたと思ったら、今度はこういう感じになりましたね。イエーイ、あ、ありがとう、イエーイしてくれました。向こうからね、やってくれましたね。がー、すごい景色ですね。うわ、どこを見渡したらいいかわかんないんですけどすごい景色だ。やばいっすね、これは。 GoPro でもね、追えないね、これは広すぎて。ぜひね、皆さんのね、目で確かめてもらいたいですよね。すごい景色です。バカすげえな、これは。なんちゅう景色なの。うわー、すげえ。またここは全然違いますね、今までの中とは。あ、やえ、イエーイ、あ、ありがとう。うわー、こっちもすごいですね。大観望がある方ですかね、こっちは。違うのかな本当にこっちはこっちで綺麗ですね。ここも草原がすごいですね、本当に。あ、やえ、できるかな、イエーイ、あ、ありがとう。いやー、最初登ってきた時、山の中の道になるのかななんて思ったけど、全然違いますね。うわー、右側はすごいね。これも GoPro で届けばいいんだけどな。あ、またバイクが来た、イエーイしてくれるかな、イエーイ、あ、ありがとう。山の上に上がってきたら寒くなってきましたね。あ、牛だ、めっちゃ牛がおる。あの辺にもまた牛がいますね。あ、ここら辺から急に牛が多いんですね。牛だ。阿蘇のパノラマラインからね、急に牛とか馬が増えましたね。うわー、すげえ。やばいね、これ。あ、やばい、できるかな、イエーイ、あ、ありがとう、あ、ありがとう、サンキュー。あの左がすげえんだけど、本当に。ああ、すげえ、やばい、やばいぞ、これは本当に。 すげえ、あ、俺が大声出しすぎてインターコムが失敗になっちゃった。うわー、すごい景色ですね。ここはとんでもなくすごいですね。はあ、いやー、雲と空と山、すげえ。これはすごいな。ぜひ今度ね、夏に来たいですね。緑の草原を見てみたいな、今度は。うわ、やばいですね。すごすぎ。右見ても左見てもすごいもん。もうちょっと首振りすぎてね、いかんかなと思って、あんま振らんすけど、俺も
見ちゃうな。俺見ちゃうよね、どうしても。すごいよ。でまたこっちまたまたすごいんでしょ。ああすごいよ本当に。はあ、もう感服するわ本当に。九州すげえよ。阿蘇がすごいのか。すごい阿蘇パノラマラインすげえ。やいやいや、ありがとう、ありがとうございます。山の感じがすげえ、迫力が、ド迫力、本当にめっちゃド迫力なんだこれ、すげえよ。うわすげえ、やべえぐらいすげえ本当に。ちょっと涼しいなけど、冬服で全然いけるな。さっきのすげえって叫んでた山の反対側ですね。ちょうど反対側っていうのか、側面っていうんですかね。草千里ヶ浜がね、あと4分ぐらいなんですね。あー、これまた走りやすいですね。今山を登っております。すごいね、景色は綺麗だし、野営はできるしで、言うことないね本当にね。僕の知ってるビーナスラインと一緒ですね。シャーレダース、ありがとうございます。山の上の辺に来たんですかね、だいぶ。わあ、空がすごい。あ、すごいですね、ここ。うわ、すげえ。ここが草千里ヶ浜なのか、違うのか。ここ、なんか知らないですけど、すごいですね。あ、止めれないな。いっぱいだな、ここ。ちょっと止めたいですね。よいしょ。よいしょ。ここ景色綺麗ですね。よいしょ。草千里の駐車場です。とりあえずこう、ここあかん、ここな、金取るの。戻ります。草千里の駐車場でした。こちらはすごいですね。目の前見えますかね、あの辺煙がね上がってますよ。わあすげえ。わあすごいですね本当に。今のね草千里の駐車場からおよそですけど3分ぐらいでね、阿蘇のロープウェイの方に行けるみたいです。ただあんなに煙が出ててさ、営業してるんですかね。なんか最近見たら営業をねもうやめるみたいなことを書いてあったんですけど、うわーすげえ、阿蘇パノラマラインすげえよ。ありがとう。とんでもない景色ですねここ。はあやべえ。こっちはこっちでこんな感じですよね。ただこれはちょっと迫力が違いますね。およそね1分ぐらいだから、あの建物ですかね。あーすごいですね。ロープウェイやってんのかな、その前に。111号線パノラマラインです。あ、やえできるかな。イエーイ、ありがとう。あーすごいね、ほんと煙がねゆっくりですけど上がってますね。あれもすごいな、建物、なんだあの建物すごいね。なんかあー着きました、着きました。ここが阿蘇山ロープウェイ乗り場です。目的地です。これどっちだ、バイク。あ、あそこに止めてるね。こっち行こうか。よいしょ。できたら、お、できたらね、ロープウェイ乗りたいんだけどね。よいしょ。はい、目的地です。わー、すごいな。
それではですね、今日はこれにしたいと思います。今回ですね、この動画良かったなと思いましたら高評価よろしくお願いいたします。また何かありましたらコメントお願いいたします。次の新しい動画も見てみたいなと思いましたらチャンネル登録どうぞよろしくお願いいたします。前回に引き続きまして高評価、コメント、チャンネル登録していただきまして本当にありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いいたします。また自分ですね、ツイッターやってますのでツイッターのフォローをよろしくお願いいたします。それではですね、今日はこの辺にしたいと思います。本日はご視聴ありがとうございました。次の動画でお会いいたしましょう。さようなら、バイバイ。